フィーちゃん、フィーちゃんたちが安心して暮らせる国を僕が作るから約束する。お待ちない。お姉ちゃんから教わったの。必ずまた会えますようにって。おやおや、お楽しみの真っ最中だったか。邪魔して悪いな、王子様。もう止まらない、胸に抱いた僕らの幻想。消えない朝に怯えていても、時が無情に過ぎてくだけ。進めよう、あるがまま、今こそ変わる時。革命種の根がどこまでも響いてゆく。もうここにはいられない。風も切ってゆけ、生きてゆけ、リリューブのごとく。始まりが満ちるまま伝説になれ。解き放ってゆけ、飛ぶでゆけ、命を抱いて希望を待つ世界は Oh Bloody the New Age。 風も切ってゆけ、生きてゆけ、リリューブのごとく。始まりが満ちるまま。倒したわね。セリス先輩たちと合流しましょう。妙だな。妙？何がかしら？全てだ。合宿に来てからこれまでの出来事と状況がどうもしっくりこない。意外だわ。あなた、想像していたよりも頭が回るみたいね。キリュウとルクス君のことしか頭にないと思っていたのだけど。まあな、たまには私も頭が。え、バカにしてるだろ。リーシャ様、クルルシファーさん。アイリカ、こちらのディアボロスはなんとか片付けたぞ。そっちは無事か？はい、こちらもなんとか退けましたが、シャリスさんとティルファーさんの気流が損傷して戦闘不能です。それと最深部への入り口も見つけましたが、ラック・クルシェが言うには、この扉を開くには鍵の存在が必要だとか。どういう意味なんでしょう？とりあえずここは一旦引き上げるしかありませんね。なぜお前がここにいる？おいおい、俺を切るとそこのメスガキも死ぬぜ。どういう意味だ？その女にはこいつが植え付けられているのさ。俺の飼っているラグナレクの種がな。なんだと？種を植え付けられた生き物は体を蝕まれアビスと化す。それもラグナレクの命令には逆らえない忠実な下僕として。もっともこいつはその命令に逆らってずっと高熱と頭痛に苦しんでいたみたいだけどな。命令？俺がラグナレクに出させていたのさ。ルクス・アーカディア、お前を殺せとな。逆らい続ければ地獄のような苦しみを味わい、あとは死んで灰になるだけだ。おい、いつまでんな目障りなもん向けてやがんだよ。んじゃあ取引と行こうか。
このままだとその女はあと数日以内に確実に死ぬ。そこでだ、俺がこいつで女を救う命令をラグナレクに出してやるよ。この島にある遺跡の扉を開いてくれたらな。扉？最深部にある扉を開くには鍵が必要なのさ。お前んところの鍵の女を使え。期限は2日、それまでにやり遂げろ。待て、お前は何者だ？お前ら兄弟と同じこの髪の色が気になるか？俺は本物だよ、お前らと違ってな。僕はどうすれば。ルーちゃん。フィーちゃん。お腹減った。あ、そっか、何も覚えてないんだ。迷惑かけちゃった？そんなことないよ。おいしい？うん。お、ルーちゃんも。はーん。僕はいいよ。はーん。いや、だから。はーん。あー、もう。あ、ん？どうしたの？ううん、なんでもないよ。どうしたの？なんで、あの時フィルフィーは助かったはずなのに、どうして？僕、思い出したんです。このアカデミーでフィルフィーに再会したのは7年ぶりじゃない。最後に会ったのは5年前、この島で。旧帝国軍の人体実験でさらわれていたフィルフィーを。あなたが助けてくれた。でもフィルフィーはすでに殺されていた。え、そんな、そんなことあるはずない。現に今フィルフィーは。そう、あの子は目を覚ました。体は以前よりも頑丈に、力も強くなって。妹がアビスになっていると分かったのは、私がここの学園長になってすぐよ。アビス？私は遺跡に入らないといけないの。遺跡の技術なら、アビスになったフィルフィーを救えるかもしれない。そのために僕たちをこの島に。もう時間がないのよ。私は何としても最深部へたどり着いて、あの子を救う手段を見つける。たとえこの命に代えても。フィーちゃん、なんで、なんで僕の母さんの墓参りなんか。もういいから、一人にして。こうしてあげると元気出るって、私のお母さんがしてくれたから。おい、ルックス、ルックス！あ、ようやく気づきましたか。何をぼーっとしてるんだお前は。私たちはお前のために朝からずっとバハムートの調整をしてるんだぞ。すみません、もう終わったんですか？ああ、例のオーバーリミットは私が解除コードを送ればすぐに使えるぞ。それじゃ学園長にも使用許可を取ってくる。使用する事態にならなければいいのですが。お、久しぶりだな、ルクス。理想に順次敗れた最弱の英雄よ。その声は、まさかフギル・アーカディア。お前今どこに？何、ヘイズの持つ角笛の音色が耳障りでな。お前もそうだろ？何を知ってる？幼馴染を救いたいのなら、角笛を壊し、種の主であるラグナレクを倒すしかない。信じるかどうかはお前次第だ。ところで、お前に一つ問おう。フィーちゃん、寝てなくちゃダメだよ。私、
知ってるから、私の体にアビスがいること。え、でもまあ別にいいかなって。お母さんが病気で死んじゃった後、お姉ちゃんすごく寂しがるようになったから、私は死ねないって思ったの。ルーちゃんも寂しがり屋だから。でももう大丈夫、ルーちゃんには大切な人いっぱいできたから、お姉ちゃんもルーちゃんがいれば安心。フィーちゃん、ルーちゃんは強くなったからきっと大丈夫。違う、僕はダメなんだ、僕はずっと弱いままで。あの日フィルフィーが僕を助けてくれたから、今までいてくれたから、僕は戦うことができたんだ。だからいなくならないで、絶対に今度こそ必ず助ける。だから。そっか、ルーちゃんは変わらないね。ありがとう、待ってる。それでこの先に進むための鍵というのは一体何なんでしょうか。それは私の口からは何とも。そうか、よし分かった、みんな下がってろ、私がセブンスヘッズで扉をぶっ壊す。クルルシファーさん、事情は分かったわ、大丈夫、任せて。こんなに簡単に扉が開くなんて、クルルシファーさん、あなたは。たまたま最初にラックルシェと会った私がマスターとして認識されただけですよ。そうよね。なるほど、さすがクルルシファーさん、どこかの力任せの姫様とは違いますね。なるほど、とにかく先に進みましょう。はあ、ここが最深部。どこにも気流や古文書はありそうにないですね。ねえ、まさか間違えたなんてことは。そんなことはないのですよ。失われていた記憶の再生に成功しました。すべて思い出したのです。私のなすべきことは、あなた方を一人残らず始末すること。我が主たちを裏切った一族とその仲間。ラックルさん、一体何を。感謝するぜ王子様。ヘイズ、どうやら俺の目論見通りアホみたいに働いてくれたようだな。おかげですんなり中へ入れたぜ。フィーちゃん、どうしてあの子が。俺が本気で命令を出せば、こいつを抗う余地もなく従うんだよ、バーカ。命令だ、化け物女、そいつらを皆殺しにしろ。バハムート。アイリと学園長は私から離れないでください。我が主に手出しはさせません。無人の気流。なんだこの速さ、ワイバーンの動きじゃないぞ、まさかオーバーリミットか。足を止めます。セリス、こんなミッシングフェイト、ワイズブラッド、シーソーが遅い。真相は他の気流の真相を無効化するの。これでよしっと。随分と派手に動いているようだな。んだよ、何しに来たんだ。王女殿下の活躍を見物に。
弟の最後の間違いだろ。この音、まさか。やはり。角笛でアビスやラグナレクに出した命令は一定時間で弱まる。そうですよね。命令を上書きしたのか。ヘイズ、あなたはもう終わりです。投降すれば命だけは助けます。これは最後の警告ですよ。最後の警告だと？まだ気づかないのか。罠にはまったのはお前らの方だ。あれはまさか。ラグナレク、新しく別のやつを連れてきてやったぜ。そこの化け物女を操るためにな。リーシャ、相手はラグナレクです。一斉攻撃を仕掛けましょう。分かった、行くぞ。これがラグナレクか。ずいぶん期待外れたな。待って、何か変だ。みんな避けて。こいつの最大の特徴は高速再生と強化だ。戦いで受けた傷の分だけ強くなる。まずいぞ、このままでは全員。リーシャ様、使わせてください。バハムートに隠されたもう一つの力を。オーバーリミットか。ダメだ、あれを使うのは危険だ。すでにお前は消耗しすぎてる。ここで無理をすればお前は。ここで負けるわけにはいかないんです。もう後悔はしたくないから。わかった、私のティアマトから解除コードをそちらに送る。一分だけ耐えてくれ。はい、リロードオンファイヤー。必ず戻ってこいよ、ルクス。さあ、覚悟はいいな、王子様よ。お前に一つ問おう。お前は本当にあの幼馴染を救う気か？たとえ救ったところで何も変わらない。お前は何も守れないし、何もできない。お前の理想の先には何もない。バカが、お前が攻撃を続ける限りラグナレクも強くなることを忘れたか。変わらんな、あの時と同じ愚かで弱いお前のままだ。それでも僕は。気取りのバカ王子、お前を慕っていた連中はまとめて死にたい。新王国も滅びる。何もかもお前のせいだ。違うよ。何も知らないあなたがルーちゃんのこと決めつけないで。こいつ何を。私知ってるから、ルーちゃんが傷ついてもこの国を変えようとしてたこと全部知ってるから。レクス、聞こえるか。キリュウを解放させる手順は送った。使え、オーバーリミット。だから戦って、他の誰でもないルーちゃんが望んだ願いのために。ありがとう、フリーちゃん。オーバーリミットオン。その真の姿。バカな、殺せ、ラグナレク。
撤退だ、王女殿下。まだ近くに俺の部下を待機させている。今度こそ奴を。無駄だよヘイズ、奴の狙いにも気づけないお前では奴は倒せない。何？際限なく強化されたラグナレクは真相をもってしても倒せない。だから奴はあえてラグナレクを強化させ、その力を利用してカウンターを放った。最もオーバーリミットしたバハムートでなければ不可能な戦術だが、やはりお前はおぞましい最弱の敵だよルクス。ちょっと近すぎない？ルーちゃんの看病だから。それ関係あるのかな？体調はもう大丈夫なんだね。うん、無理さえしなければ平気みたい。笛の音も慣れたら抵抗できるから。そっか、よかった。あのね、ルーちゃん。ん？私もう平気だよ。ルーちゃんが約束守ってくれたから。ありがとうルーちゃん、大好きだよ。